毎日新聞令和3年3月2日火曜曖昧な喪失コメディアンの志村けんさんが新型コロナウイルスで亡くなってからまもなく1年がたつお茶の間の家族を奪われ多くの人々が喪失感を覚えた愛すべき人がある日突然 姿を消す事件や事故災害や紛争が大事な命をさらっていくベトナム戦争で行方不明になった米兵の家族について研究した米ミネソタ大学名誉教授のポーリン・ボス博士は1975年悲しみがもたらすストレス経験を 曖昧な喪失と名付けた以来世界の心理ケアの現場で使われているそれは志村さんのケースのような「さよならのない別れ」もあれば「別れのないさよなら」もあるという肉体はあるけれど認知症や薬物依存などでかつてのその人はもういないといった状況だ 初めて曖昧な喪失という言葉に出会ったのは米特派員時代だった2007年米国によるイラク戦争で遺体がないまま戦死を告げられた米兵の遺族を取材した生きているきっと戻ってくる祈るように語る葬儀はせず兵士の部屋はそのままいつでも戻れるように 引っ越しもせず家族の祝い事も控えて時を止めたように暮らしていたボク博士の言うさよならのない別れだと軍医から聞いた戦場で仲間や部下を失った衛生兵や司令官らにも取材したあの時こうしていれば自分を責め続け睡眠薬や アルルコールを手放せななない人が少なくなかった。家族は「体は戻ったけれど心は戦場にあるのです」と泣いたいつの間にか心がここにない別れのないさよならだと知ったボス博士は最近の講演でコロナ禍はまさにこの曖昧な喪失の連続だと語っている。 愛する人を見とることができない人との絆や仕事安心感を奪われそれでも朝は来るのだけれど以前の日常はもうどこにもない終わりの見えない喪失感や無力感の中で新たな挑戦に踏み出すこともできず動けないすべてが曖昧な喪失の仕業 だという喪失感は人の心を閉じ込める愛すべきものへの思いや罪悪感の中に人間の脳は曖昧さを嫌うだから耐えきれず強制終了させようとして薬物依存や自殺に走る人もいるという昨年日本では自殺者数が 11年ぶりにに増加に転じた曖昧な喪失という苦しみがあり誰もが体験しうるものだと認識し合うコロナ禍と付き合う一歩かもしれない。